シベリウス音楽院は、フィンランドヘルシンキに本部を置くフィンランドの音楽大学である。1882年に設置された。1882年、ヘルシング保守音楽院として設立され、1939年、フィンランドの著名な作曲家であるジャンシベリウスに、由来する現在の公明に改称された。フィンランドでは、唯一の音楽大学である。 ヨーロッパの音楽大学の中では有数のマンモス校であり、学生数はおよそ1700人である。シベリウス音楽院における主要学位は音楽修士号である。また、音楽院は芸術及び研究専攻のための大学院課程の学位、ライセンシエイト・オブ・アーツ・イン・ミュージック、エライシー、エイト・ドクトル・オブ・アーツ・イン・ミュージック、DA を授与している。ジュニア・アカデミーは、 フィンランド国内の優秀な学童のために開かれている。実質上、国際的に知られたフィンランドのすべての音楽家は、青年期をこのジュニアアカデミーで過ごしていると言って良い。生徒一人、数とのカリキュラムが異なるため、実際の教育プログラムではない。授業は通常、土曜日に開かれる。130人の学童のうち、約半数は、 週末のジュニアアカデミーの音楽レッスンのために、ヘルシンキ都市圏外からやってくる。教授は、通常の学生の独創レッスンと同じ方法で、学童に授業を行う。作曲法やジャズ、民族音楽の勉強が取り組まれることもあり、また、オーケストラ演奏、室内楽、音楽理論もジュニアアアカデミーで教えられる。フィンランド音楽学会は、シベリウス音楽院の役割について、 単一の機関が国内の重要な役割を背負っていることは得意だとして多くの論争を巻き起こしている。フィンランド政府がシベリウス音楽院を支えているために音楽院には実質上の競争相手が存在せず、その結果としてフィンランド国内の優れた学生はシベリウス音楽院を選ばざるを得ない状況に陥っている。複数の大学間による健全な競争が 欠如している現状が好ましいものであるとは見なされていない。しかし、音楽院の学生の中では、競争が極めて激化しており、国際的な音楽コンクールの優勝者数に関して、いえば、ベルリンのベルリン芸術大学、ロンドンの英国王立音楽院、モスクワのモスクワ音楽院、フィラデルフィアのカーティス音楽院と並び、世界でも上位5校に数えられている。 シベリウス音楽院では学費が存在せず学生は24時間使えるグランドピアノが置かれたリハーサル室に自由に出入りができる。企楽の全学生は週末のカリオクニングからでの室内楽に無料で参加することも推奨されている。カリオクニングからはヘルシンキの 30km 北部に位置する古く美しい荘園である。シベリウス音楽院公共楽団はフィンランドや 国外の一流指揮者によって指揮される主要オーケストラである。弦楽器及び管楽器の奏者はすべてこの公共楽団に毎楽器参加することが義務付けられている。ヘルミベサピアノコンクールが半年に1回。メジャー、リンド国際ピアノコンクールも同様に音楽院によって模様される。ありがとうございます。